鈴木は毎日放送所属の元アナウンサーで、現在はコンプライアンス室勤務。愛称はマスリーナ。毎日放送の森田検索とも呼ばれている。兵庫県芦屋市出身。1978年に関西学院大学経済学部卒業後入社。同期には元アナウンサー室長、テレビプロデューサーで、現在は大学教授である。 高垣信弘 TBS 系列の音楽番組、ザ・ベストテンで近畿地方の追っかけマンを青木和夫に代わって担当した。ラジオ番組にも深夜番組を中心に出演し、温かい口調で人気を博し、リスナーからマスリーナの愛称で親しまれた。1995年1月17日阪神、淡路大震災の時、泊まり勤務だったことから、 同局のラジオテレビで第一報を伝えた。1995年より、ラジオ報道、宣伝部、放送運営センターと異動になった後、2003年に、再びアナウンサー室に復帰。アナウンサー室事動圏デスク業務担当専業である、ダメ番組に出演することは、ほとんどなかったが、2007年10月から、僕らが大好きだった、TV 主題歌シリーズに不定期で出演していた。 2008年7月、コンプライアンス室に移動した。現在も独身で妹が二人いる。ありがとうございます。